こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、今週末に控えましたバイエルンミュンヘンとボルシアドルトムントのデアクラシカーのお話をしていきます。まずは現在のリーグ順位を紹介していきます。まず首位を走っているのはボルシアドルトムント、25試合消化しておりまして17勝2分け6敗の勝ち点53ポイント追従するバイエルンミュンヘンが現在25試合消化の15勝7分け3敗勝ち点52ポイントということで、勝ち点差1で迎えるデアクラシカということです。直近、ケルン戦のドルトムント、そしてバイエルンはレバークーゼン戦ということで、バイエルンはですね、レバークーゼン戦に敗戦してしまったことをきっかけにドルトムントに首位を明け渡すということになってしまいました。対するドルトムントはケルンとの一戦で6対1の大勝を収めておりますので、今シーズン特に年明け2023年以降の成績はですね、ドルトムントが非常に素晴らしく、逆にバイエルンは少し落ち込んでいるというような状況になっておりました。でそういった中で、代表ウィークを迎えて、各選手が、自分たちの母国に帰り、代表選手として、プレーをしていた最中、バイエルの監督を務めておりましたユリアン・ナーゲルスマンが電撃解任されることになりました。このニュースはですね、バイエルンミュンヘンのサポーターの方々、私を含めて多くの方がですねびっくりされたと思いますし、バイエルンのサポーターではない方々にとってもですね、衝撃的なニュースになったのではないかなと。で特に私に関してはですね、今回のデアクラシカ、確かにね、直近のレバークーゼン戦敗れてしまったことは確かにね悔しい敗戦でしたけれども、相手のレベルも非常に高いですし、シャビアロンソという、名選手がもう名監督になるような片鱗を少しね見せつけるような采配をしておりましたので、このチームに負けるなら、仕方ないなというふうに、思えるような相手だったんですよね。なのでそこまで悲観的に捉える必要のない敗北だとは思っていたし、今シーズンに関してはユリアン・ナーゲルスマンが、レバンドフスキだったりとかね、そういった絶対的な人物が抜けて、自分の特徴を出して、選手たちとうまくこう絡ませていった中でチャレンジしている、シーズンなので、勝ち点を落としたりすることはある程度容認はしていたんですけれども、バイエルンのフロントとしてはやっぱり勝ち点を落として、特にリーグのタイトルを取れないっていう、結果だけは、是が非でも阻止したいっていうところで、代表ウィークの最中、ナーゲルスマンを解任することにしたと。で、後任がドルトムントの監督を務めてもいました、トーマス・トゥヘルということで、トゥヘルがいきなり、フルスとの対戦になるということで、トゥヘルからするとですね、ドルトムントで、数シーズン、ドルトムントを指揮しておりましたし、自分をね、追い出すような形にした、バスケだったりとかがいますんで、彼らに対して自分がどういう風なね、采配と結果で、自分を追い出したクラブを、下すのかっていうところもですね、注目できるポイントなのではないかなっていうところで、本当に、一デアクラシカーっていうわけではなくて、注目すべきポイントが、本当に多い、デアクラシカーになるのではないかなというふうに思います。もちろん勝ち点1差で迎えるレアクラシカーになるので、優勝争いをこれからね、していくこの両クラブにとってはですね、特に、ドルトムントサイドから言えば、近年やっぱりバイエルンになかなか勝ててなかったですし、特に悲願のシャーレをねもう一度掲げるっていうところでは、約10年近く、バイエルンにやっぱり首位を明け渡してますんで、今シーズンこそはっていうところで、バイエルンも今シーズンに関しては非常に調子も落としてるんで、ドルトムントがもしこの直接対決でしっかりとバイエルンを下すことができればリーグ優勝に大きく一歩近づくと思いますし、勝ち点差4ポイントっていうのはですね、非常に大きいので、バイエルンからすると、他力本願によりになってしまうことになってしまうので、バイエルンとしては絶対に負けられない、ドルトムントとしてもここでしっかりと勝利を収めて勝ち点差を広げて首位をキープしたいっていうところになると思うんで、本当にね、面白い一戦になると思いますし、互いの選手が気持ちも入ったね、一戦になると思いますんで、バイエルンのサポーターの方々、そしてドルトムントのサポーターの方々に限らずね、多くの方に、注目して見てもらえばいいなというふうに思います。
で、この試合なんですけれども、週末に行われるということで、まあ、2023年の4月の2日午前1時30分にキックオフ予定されています。なので土曜日から日曜日にかけての夜ですね。ですので、まあ、土日ね休みになっている方、まあ、学生さんは多いでしょうし、まあ、仕事をされている方でもね、まあ、祝日休日、まあ、メインにお休みになられている方もいれば、まあ、土曜日日曜日仕事の方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ比較的ね、深夜と呼ばれる時間帯の中でもまだ比較的見やすい時間帯だと思うので、まあ、スプークスに入ってないと見れないかなとは思うんですけれども、まあ、ぜひ見てもらえたら嬉しいなと思います。アメーバさんでちょっと放送するのかはわからないんですけれども、まあ、もしね放送されることがあったとしたらね、多くの方に見ていただけると思うし、もし放送されないっていう風になるんだったらね、まあ、スプークスにぜひね入ってもらって見てもらえたら、嬉しいなと思います。これはバイルン、そしてまあドルトムントの、ねまあ、一戦ではあるんですけれども、まあ、ブンデスリーガのレベルがね今どういったものなのかっていうところもですね、見れる大きな一戦になると思うので、ぜひ見ていただけたらなと思います。はい、ではここからはですね、まあ、当日そのデアクラシカ当日の予想スタメンを発表していきたいなと思うんですけれども、まずは怪我人を紹介していきます。まずはホームのバイエルンなんですけれども、怪我人ノイヤー、ムシアラ、リュカエルナンデス、ゴレツカ、まあ、このあたりが怪我人として報告されてます。で、確実に出場できないのはノイヤーとリュカエルナンデスになるかなと思います。で、ムシアラに関してはですね、もうすでに、練習を再開しておりますし、まあ、しっかりとスプリントした練習も映像も残ってるんで、スタートから使われるかは正直まだわからないんですけれども、まあ、ベンチには最低入ってくるだろうなというふうに思います。なのでデアクラシカも問題なく絡んでくるかなと思います。で、ゴレツカに関してはですね、直近の代表ウィークで、まあ、ドイツ代表で戦っていたんですけれども、まあ、怪我を負いまして、まあ、ピッチを出ました。ただ、そこまで深刻な怪我ではないみたいで、まあ、現状元気だし、まあ、デアクラシカにも問題なく出れるというふうに、まあ、報道もされてるんで、まあ、問題はないでしょうと。まあ、私はゴレツカ大好きなんで、まあ、現役の選手だと間違いなくナンバーワンに好きなので、まあ、今のバイエルンにとってもですね、キミヒがやっぱりね、どうしてもやっぱり大きく注目されると思いますけれども、キミヒとゴレツカのコンビがね、やっぱり何よりも今のバイエルンにとって大きな役割を担ってるんで、まあ、ゴレツカがしっかりと出てきてくれればね、私としても嬉しいんで、スタートから問題なく絡んできてくれるのではないかなと思うんで、まあ、ゴレツカは問題ないと思いますけども、まあ、先ほども紹介した通り、まあ、一応ね、まあ、怪我は若干したわけなので、もしかしたら安静にして、まあ、ベンチからのスタートっていうことになるかもしれません。はい。で、対するドルトムントですけれども、まあ、現状、怪我人として報告されているのが、ニコ・シュロッターベック、ムココ、モレイ、アデイエミ、そしてブラント。まあ、このあたりかなと思うんですけれども、まあ、ニコ・シュロッターベックに関しては、基本ベースやっぱり出したいので、まあ、状態がしっかりと整ってれば問題なく出てくると思うんですけれども、ここはやっぱり本人と医師との相談っていうところで決めてくるだろうと。そしてムココに関してはですね、まあ、今年の2月のブレーメン戦だったかな、僕試合見てたんですけど、ビッテンコートだったかな、ブレーメンのビッテンコートが誰かにファールを受けてしまって、まあ、負傷してしまったんですよ。で、最大6、7週間の離脱っていうことなので、まあ、計算上、まあ、そろそろ戻ってくるかなっていうタイミングではあるんですけれども、直近の報道とか見てると、さすがに6、7週間離脱してからのデアクラシカスタートからっていうところはちょっとさすがに考えにくいと思うので、問題なく出場できたとしても、まあ、ベンチから、まあ、後半からスタートすることになるんじゃないかなと。まあ、相当ハイテンションなゲームになることは間違いないので、復帰初戦としてはちょっとね、まあ、リスキーだっていうところもあるので、まあ、ムココに関してはちょっとだいぶ慎重に考えてくるんじゃないかなと。で、アデエミとブラントにしてもそうなんですけれども、まあ、彼らは2週間3週間ほどの離脱だったので、まあ、チェルシー戦、チャンピオンズリーグのチェルシー戦なので、まあ、ブラントは怪我したりしてますけれども、まあ、彼らも、まあ、状態が整ってれば、まあ、スタートから使いたいタレントだとは思うんですよ。ただ本当に彼らに関しても、まあ、現状復帰はある程度目処は立ってるけれども、スタートから使えるのかって言われたら、まあ、ちょっと怪しい部分もあるのかなと。
まあ、ケルン戦もね相当慎重にやっぱり考えていたと思うし、まあ、ベンチにも入れてないんですけれども、まあ、そういった中でいきなりまあデアクラシカーで、まあ、使うことは先ほどのまあムココと同様に、まあ、ちょっとリスクがあるんじゃないかなっていうところでちょっとまあ慎重に考えてくる可能性もあるかなと。ただまあムココに比べると出てくる可能性は高いです。ムココは相当やっぱり、まあ、約1ヶ月近く離脱してるんで、まあさすがにちょっとスタートからは使ってこないとムココは思うんでね。はい。なのでまあ彼らをまあ入れたり入れなかったりっていうところをまあ計算した中で、まあ、予想スタメンの方を立てさせていただくと、バイエルに関しては3バック4バックどっちを使うのかっていうのは正直わからないんですけれども、まあ、3バックベースで考えていくとしたら、まあ、右はパバール、センターバック真ん中にウパメカノ、で左にデリフトで、右にコマンがベースで来るかなと思うんですけど、コマン、キミヒ、ゴレツカ、デイビスで、ツーシャドウにミュラーとサネが入ってワントップにシュポモティングで来るんじゃないかなって個人的には思ってます。まあ、理由といたしましては、ゾマーに関してはまあ間違いなく出てくるでしょうし、で3バックに関してもパバール、まあ、ウパメカのデリフトを今外すとは思えないので、スタニシッチ素晴らしいし、よく最近ね成長しているところもすごく見せてくれるんで、彼らをね変えてスタニシッチを1枚、特にまあパバールのところを変えてっていうことも考えられるんですけど、まあ、パバールはやっぱりね3バックになってからやっぱり自分の居場所っていうのを見つけてるんで、まあ、パワールは外さないと思うし、でウィングバックに関してもやっぱりカンセロを使ってくることも考えられるんですけど、やっぱり新監督として一番やっぱり考えるのって得点よりもやっぱり守備の面大きく考えると思うんですよ。だからリスク管理は徹底的に行うと思うんで、スタートでいきなりカンセロで使うのはなかなか考えづらいんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、右はコマンで来るんじゃないかなと。で中盤の2枚はもう問題なく2枚、先ほど言ったキミヒ、ゴレツカで、左はデイビスも問題ないでしょうと。でシャドウに関してはもちろんムシアラをね使ってくることも考えられるんですけど、先ほども紹介した通り今のところスプリントをまた始めたばっかりなので、大きな怪我ではなかったんですけどね。でもやっぱり慎重に考えてるんじゃないかなっていうところと、最初の練習でサネと結構長い間話をして、求めてることも話したというところで、まあ、サネに信用を与えるというか、まあ、サネもやっぱり自分をやっぱり信頼してもらえるって思えるのは、当然自分と話した後に、まあ、使ってもらえたりしたら当然感じてくることだと思うんで、まあ、ニャブリとかね、そのあたりがやっぱり代表でしっかりと試合に出てね、戦ってきて戻ってきてっていう状況なのを考えると、まあ、まずはサネを使ってっていうところをベースとして考えるんじゃないかなと。でワントップに関してももちろんマネを使ってくることも考えられるし、まあ、マネを、まあ、シャドウのところで使ってくることも考えられるんですけど、まあ、現状シュポを、まあ、使ってくるんじゃないかなと。まあ、マインツ時代もパリもね自分の元でプレーしてる選手なので、まあ、ある程度戦い方っていうのも理解してるでしょうからね。で今のやっぱりバイエルンにとってポストプレーができるのはやっぱ彼だけなんで、まあ、彼はやっぱり中央で置きたいっていうところも考えてるんじゃないかなと。はい。なのでまあ3バック 3-4-2-1 だったらこの形になるんじゃないかなっていうふうに思います。もちろん4バックで来る可能性もあるんで、4バックになるとちょっとね、パワールが右サイドバックに回ったりすることになるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、はい。で、対するドルトムントなんですけれども、まあ、ドルトムントに関しては基本ベース 4-3-3 ベースで戦ってるんで、まあ、ケルン戦も 4-3-3 で戦ってるんですよね。でゴールキーパーに関してはマイヤーで来ることは間違いなくて、で4バックなんですけど、右はまあボルフだろうと。でセンターバックもまあズーレが出てくるとして、でニコ・シュロッターベックも万全だったら出てくるはずなんですよ。ただ、まあ、シュロッターベックのその例えば怪我のところでちょっと気になるところがあるとか、ちょっと安静にさせたいみたいに思うんだったら、まあ、フンメルスとかで来るかもしれないですけれども、まあ、現状はシュロッターベックベースで来るんじゃないかなと。で左のサイドバックに関してはケルン戦はねリエルソンが使われてるんですけど、まあゲレイロになるんじゃないかなとは思います。で3センターで、まあ、ベリンガムは絶対で、アンカーがね、ケルン戦はダフートだったんですよ、確か。
でジャンはいなかったんですよね。でゲレーロもインサイドで使ったりしてたんですけど、まあ、ロイスをインサイドで使ってくることも考えられるんで、ちょっと難しいけど、でも直近のケルン戦が 6-1 で勝利してるんで、もしかしたらそこを信用して、結果も信用してダフーとアンカーで来るかもしれないですね。でロイスを1列下ろすか、もしくはそこにブラントを使ってくるか。で右に関してはまあマーレンになるのかな、直近の試合もそうですけれども。で左もまあロイスか、まあ、状況によってはブラントっていうところで、でワントップはまあ問題なくハラーでしょうというところで落ち着くのではないかなというふうに思います。はい。でまあ試合の流れ、まあ、展開的にはまあある程度バイエルンが保持して、まあ、押し込んでいった中でどう崩すかっていうところと、まあ、ドルトムントに関してはビルドアップは若干アバウトなんで、まあ、そこ捕まってバイエルンのショートカウンター食らうことは想定できるんで、まあ、バイエルンはそこをうまく使えるか、つくことができるか。でドルトムントは逆にそのビルドアップのところで捕まらないようにしっかりと整えられるか、そこで質でかわすことができるのか。あとはバイエルンも、まあ、ちょっとリスキーのある判断をすることもあるので、個人の判断のところで、まあ、そこでうまくボールを回収されてショートカウンター食らうとか、まあ、ドルトムントも積極的に前からはめてくるんで、まあ、それの回避っていうところでうまく作れなかったりとかするとやられるっていうことも想定できるんで、まあ、保持した中でのアクションは多分バイエルの方が圧倒的にレベルは高いかなと。でプレスのところでも、まあ、連動というところで、まあ、バイエルの方がまあ1枚上手なんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、まあ、ドルトムントも相当ね、パワーと意気込みを持ってくるはずなので、まあ、その辺でのパッションとかね、そうエネルギッシュなところで、まあ、バイエルの凌駕するものを提供してくる可能性もあるんで、まあ、守備の面はもしかしたらわからないかなというふうに思うので、まあ、個人的にやっぱり勝敗を分けるのはビルドアップのところなんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ということで以上でございます。週末のデアクラシカもう一度紹介しますけど、4月の2日の1時30分キックオフ予定されてます。世界にもね多くのビッグマッチがあると思いますけれども、バイエルンとドルトムントの一戦もですね非常に素晴らしい試合になっておりますんで。まあ、ぜひね、スプークスに加入されていない方はスプークスに入ってもらって、バイエルンとドルトムントの試合を見てもらって、まあ、アメーバさんで見ることができればね、多くの方に見てもらえるとは思うんで、アメーバさんで見ることができればそちらで見てもらって、ぜひね、まあ、ブンデスリーガー今どういった状況になってるのか、まあ、バイエルン、ドルトムント今どんなチームなのか、逆に今のこのバイエルンを倒したレバークーゼンでどういうチームなんだろうとかね、いろんな観点でこう注目することができる一戦になってると思うんで、ぜひ皆さんに見てもらえたらなと思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。